形状記憶シャツ自由の女神。自由の女神、そんなシャツあんの？形状記憶シャツ自由の女神、どんなシャツだろう。あーあらら、だーだだだだだ、あ、自由の女神の形状、あ、そういうこと。どうもサンキュー手塚です。あ、井上君、井上君、ちょっと手が、手が、自由の女神、不自由ですね。あ、井上君です。映ってるかな、映ってるかな。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日はこのようなあのシャツのあのライブ作品をご覧いただきたいと思います。いよいよ9月11、12日、サンキュー手塚ソロライブに向けて本格的な準備期間に入りました。あと1ヶ月ちょっとです。ということで、あの大道芸はちょっとご無沙汰しちゃうかもしれませんが、この動画はずっと投稿していきますので、こちらでよろしくお願いします。はい、でその前にお知らせが一つ、神奈川県のバーチャル開放区というところで、医療従事者さんや、エッセンシャルワーカーさんに向けて感謝を伝えようで動画を募集しますということで、動画僕も作って、応募しました。というのも人気、書道家さん の、 あの倉田法輪先生という方がいらっしゃいまして、あのね、有馬記念とか、あとね、すごく有名な演歌歌手さんの題字を書いてる、すごく人気 の、 あの書道家さんです。その倉田法輪先生がよく大道芸も昔から見に来てもらって、ちょっと一緒にやってみないということで、初めてコラボ作品を作りました。で僕 の、 あの、紙芝居のネタに、法輪先生のこの題字をくっつけたということです。それでですね、これね、再生回数によって上位20組に入ると、その中で審査があって、でなんと入賞すると賞金がもらえるという。で僕らね、そのギリギリだったんですよ、応募が。ということで再生回数全く稼げていません。皆さんぜひよろしくお願いします。1日5回とか10回とか、もう見なくてもいい、ただ流してなんか作業していればいいようなあれでもいいので、もう何でも、ね、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではちょっとそのライブのそのシャツのネタいってみましょうね。これ、今から12年ぐらい前のライブです。12年、13年のライブで、こう、あの、ちょっと続きもの の、 あの設定で、あの、やってたお話なんです。で、どんな設定かというと、はい、これ会社なんです。で主人公がいて、で、こう、田中、これ同僚ですね、田中。はい。部下。そして、崎山、これ、3なんです。で、芝居では、くんって言ってるんですけど、それは、あの、女の人でもよく、ほら、年下の人を、くんって昔言いましたよね。なんでそんな言ったんだろうな、みたいな、あれですけど、崎山くんって言ってますけど、女、女性の崎山さんです。はい。そして、部長。はい。で、こんな4人の会社なんです。で、そこで、このシャツ、崎山さんですね。今回はですね、崎山さんのこのシャツ。これ、形状記憶シャツ。思い出という、シャツを持っています。でこれをひょんなことからこの主人公が着てしまう。で着るとさっきみたいに形状記憶シャツ自由の女神みたいに、その自由の女神を形状というような感じで、思い出の形状、崎山さんの思い出の形状がいろいろ再現されて、この社内の秘密が暴かれていくという、はい、そういったお話です。この田中、そしてこの部長が絡んできて、知られざるこの社の秘密という、そんな設定になっておりますので、ぜひ、お楽しみください。それではどうぞ。形状記憶シャツ思い出思い出思い出が記憶されてるんだ、崎山君。Thank you.
秋山くんの思い出。電話待ってるのか。彼氏いたんだ。あ、何か食べてる？焼け食いか。電車？痴漢？あ、腕組んだ？デート？誰だろう？ゴルフ？部長部長ルンルン。あ、そういえば部長に誘われてたよな。振られた？叶わぬ恋。酒酒か。酒飲めないのにな。ほら。介抱してるのは誰だろう。この大きさは田中？不倫で振られて田中が慰めて化粧こんな厚化粧だったっけ。運転してるの誰だろう。誰の車だ。あ、田中に車貸した。あれ、田中に継いでるの。田中そんな飲めないだろう。ほら、thank you.
と崎山くんがやるな田中仕事以外はちょっと部長と不倫うちの会社ドロドロな俺だけ買いなさい